人類滅亡のシナリオは、ある日、唐突に始まった。いつものように深夜番組を見ていたら、ニュース速報が入った。米国政府は、ハッブル宇宙望遠鏡により、地球に迫る大質量隕石の存在を確認したと発表。それが、第一報だった。正直、俺は、はぁ、と思った。その時は、その隕石がどれだけヤバいのか全くわからなかった。しかし、その20分後にテレビが次々に特番に切り替わり、そのまま通常番組に戻ることはなかった。番組はどれも同じような情報を繰り返していた。隕石の直径は 27km 以上であると観測され、恐竜を絶滅させた隕石の2、3倍の大きさ。この大きさだと、人類の持つ全ての軍事兵器を用いても衝突を回避できない。衝突後の衝撃波や津波、地震や噴火などの災害も予測されていた。隕石は異常な速さで地球に接近しており、その分ダメージも莫大なものとなる。そして、一体なぜ人類は今までこの隕石の存在に気づかなかったか、などであった。スーパーコンピューターの計算によると、隕石がインド洋上で地球に衝突するまで、わずか93日、ということだった。各国の政府は次々に空港閉鎖を宣言した。その一方で、すべての国の軍事機密が共有され、あらゆる国のミサイルがアメリカを中心とした国連の指揮下に入った。北朝鮮でさえ、ノリノリでこれに参加した。全世界協議が開かれる中、各国の兵器の最終調整が進み、ついに全人類の期待が寄せられる中、世界中の軍事兵器が隕石に向けて一斉に火を吹いた。しかし、結局隕石の接近を食い止めることはできなかった。さらに、時間が経つと、海外では暴動も起きているらしかった。その映像はネット動画では見られたが、テレビでは報道されなかった。日本は電気ガス水道などのライフラインも確保され続け、潔く覚悟を決めた国民の意識も穏やかで、他国に比べ平和だった。隕石がいよいよ近づくと、テレビでは人類の歴史を振り返る番組や、自然の風景が流れたりした。そして、とうとうアマチュアの天体観測家が、望遠鏡で隕石の姿を確認するまでになった。隕石はライブカメラでも中継され続けていたが、俺も望遠鏡を使って自分の目でそれを見てみたくなって、夜中の大学に忍び込むことにした。ゼミの教授の研究室に、大きな望遠鏡があることを知っていたからだ。大学の正門に近づくと、山梨ナンバーの軽トラが一台、ハザードを点滅させて止まっていた。誰かに見られたらさすがにヤバいよな。と思って運転席を覗くと、そこにいたのは寺生まれで霊感の強い T 先輩だった。よう、遅かったじゃねえか。待ってたんだぜ。T さんは笑顔でタバコをくわえたまま、運転席から身を乗り出してそう言った。俺は T さんと一緒に望遠鏡を盗み出し、中央道を山梨に向かった。高速を走りながら、T さんと取り留めのない会話が続いた。T さんとこんなに話すのは初めてだった。武将髭を生やした T さんの方は、以前より痩せて見えた。T さんと会うの、ものすごい久しぶりだけど、どうしてたんですか?と聞いてみた。T さんはタバコの煙を吐きながら、ああ、山にこもっていろいろやってたんだけどな。今回はマジでヤバかったよ。何回も死にかけた。だけど、おかげで今の俺はものすげえぞ。T さんは真顔でそう言うと、ちらりと俺を見た。そういえば、俺が夜中に大学に侵入するのも、知ってたみたいですけど。ああ、知ろうと思えば何でもわかるよ。T さんは加えタバコのままで笑っていた。話によると T さんは、山から降りて動けなかったところを山梨の農家に救われたらしく、地球の危機を知ったのも3日前だと言っていた。だから、この軽トラも俺んじゃねえんだよ。でもちょうどよかったろ、都会じゃ星も見えないし、俺も山梨でトラック返すんだから。T さんと話していると、
もうすぐ地球が壊滅することが、嘘のように思えた。目的地の山に着くと、俺は望遠鏡をセットして、だいぶ苦労した後に、ようやく問題の隕石を捉えることができた。望遠鏡のフレームの中で、プルプルと小さく震えているその薄暗い塊が、人類を滅ぼすだなんて、俺にはとても信じられなかった。望遠鏡を覗き込んだ T さんは、まるで子供のようにはしゃいでいた。よく、楽しめますね。みんな、信じまうんですよ。俺はなんだか急にやるせなくなって、そう言った。T さんは顔を上げると、楽しそうにこう言った。なんだお前、まだそんなこと言ってるのかよ。これ覗いてみろ。面白いのが見れるから。わざとらしく眉間にシワを寄せてそう言うと、望遠鏡を指さした。俺は言われた通り覗いてみたが、別に、何の変化もなかった。その時、ものすごいパワーが T さんの方向に流れていく気配が感じられた。地震。屋外にいるのに、大地が大きく揺れているのがわかった。激しい地鳴りとともに、せっかく捉えた隕石の姿も、望遠鏡の視界から外にはみ出すほど大きく揺れていた。一体何が起きているのか見当もつかなかったが、俺は恐ろしくて、顔を上げることもできなかった。ふと、大地の迷道が止まって、隕石が再びフレームの中心に収まった。次の瞬間、はぁ、あ。望遠鏡の中の隕石に白い光弾が突き刺さるのが見えると、画面全体が真っ白になった。うお、と俺は思わず声を出した。再び虫の声が聞こえ、望遠鏡が宇宙の暗闇を映し出したとき、隕石の姿は、もうどこにもなかった。見ろよ、季節外れの流星群だ。タバコに火をつけ、空を見上げながら、そう言った。何事もなかったかのように、まるで少年のようにはしゃぐ T さんを見て、寺生まれってすごい。しみじみとそう思った。速報です。地球に迫る大質量隕石ですが、謎の爆発により、木っ端みじんになった模様です。これによる被害は、現在のところ、分かっておりません。一部の専門家は、ウーム星人の仕業に違いない、との見解を示す。